いというわけでやってまいりました。今日はですねこちら N 版のねファンです。あのしかもねこれ新色あのソニックグレーパールということで、こちらねあのホンダシビック、ね、この色と一緒なんですよね。いや最近ねホンダさんが推してる色ですよね。あのシビックタイプ R でもこの色あるんですけど、それがねこの N 版ねファンにあの新しくつきましたということなんですよ。さっきねこの N ワゴンカスタムね、これもかっこよくてコスパがいいんですけど、さらにねコスパが良くて、しかもキャンプとかお仕事で使えそうな感じのお車ですよね。これねお値段が166万円ぐらいで買えちゃうっていうね N 版なんですよ。しかもこの色めっちゃかっこよくね、なんかねあのそそるんよ、男心そそります。普通の N ボックスよりもこれぐらいあの天井が高いんですよね。なので大きいものも乗せれます、ね、やっぱこの N 版っていうとこの側面の大開口ですよね。この扉がすっごい開くの、ほら見てこんな開く、90度、ほぼ90度ですよ。でこのスライド扉ね、いやこんな感じなのにピラーがねないんですよね。ここにね普通 B ピラーっていうのがあります。でそれがないのでシートベルトがなんとこんなところについてるっていうね、いや面白いよな。でこの助手席があのこれ倒せるんですよね、フラットになります。ほらこんな感じでね、めちゃくちゃ低床設計なんですよね。ねこれだけフラットになる車ってね本当になくて、あの助手席のシートは普通のねあのクッションの厚みのあるシートになってるんですが、その代わりやっぱこれぐらいフラットになるとやっぱ助手席はねちょっとクッション性が悪いという感じではあるんですが、まあこれ完全にねお仕事として考えたらまあこんなの十分ですよね。こんなの十分です。でヘッドレストはねこういうドアのところにしまえたりとかもするので、すごいねやっぱ考えられて作ってるんですよね。キャンプねえ、そういうので楽しむ方も最近は多くなってきたので、このバンなんですけど、まあそういった使い方する方が結構多いです。で、これ細やかな、ねえ、こういうところにちゃんと蓋が出てくるっていうね、これ素晴らしいわ。これ運転席の方に、こう荷物がね、こうなだれ込まないように、こう壁があったりとかね、するんですよ。これほらアクセルブレーキにね、なんか荷物が引っかかって誤操作しないようにしてるんですよね。すごい。ちゃんと考えられてるよな。で、この間ね、ホンダアクセスさんのアウトドアのやつ見に行ったんですが、あの、いろんなパーツがあるんですよね。ここにね、棚が付けてたりとか、窓なんか、蚊がね、入ってこないような網戸になってたりとか、いろんなね、パーツがあったんですよ。で、面白いのが、このリア。こうやってね、結構扉が大きいんですよね。ここになんか部屋を作れるパーツがあったんですよね。こう、カーテンのような、もう遮光の真っ黒のカーテンなんですけど、それでもうここにね、入って、もうお着替えして、みたいな感じですよ。ね、屋根にもなるんですよね。なので結構やっぱキャンプにも向いてるな、というね、そんなお車なんですよね。いや、しかし広いわ。ねえ、私ね、一回これで、車中泊した、動画があります。それね、上の i ボタンを押してくださいね。私の妻と二人でキャンプに行ってきました。さすがにね、やっぱ大人二人だと、こういった面がちょっと厳しいよとか、いろいろレビューしてます。ねえ、意外と、この、出っ張り、これがね、ちょっと邪魔だったりはするんですが、まあ、それなりにね、広く乗れましたね。普通に寝れました。で、やっぱりバンなんで、この辺内装が、鉄板なんですよね。これね、実はいいところもあります。マグネットが付くんですよね。なので、ライト、マグネット式のライト、最近安く売ってます。そういうのね、バチンと付けたりして、車内を明るくしたりとか、あと、これね、ビスがあるんですよ。ビス穴があるんで、ここにね、さらに棚をこう追加していけるということなんですよね。いろんなカスタムができます。ね、ここにもほら、上にもあるんで、この上にバーをはわして、この長物をこう上に刺すとかね、そういうのもできるんですよね。で、もちろんね、後ろにもこれほら、シガーソケットあります。電源取れます。ねえ、いろいろ、楽しいですよね。こういうのワクワクしますよね、皆さん。秘密基地って感じになります。どう？皆さん、ソニックグレーパール。ねえ、これ、意外と、
意外とっていうか、やっぱ流行りでもありますよね。この、なんかおしゃれだなと思います。車をやっぱおしゃれに乗りこなすっていうね。もちろんね、これ仕事で使って、さらにこのおしゃれ度、他の会社とは違うよみたいな、そんな感じにもなりますよね。で、このシートがね、結構このおしゃれというか、この布地なんですけど、なんかセンスを感じないですか？このほら、オレンジ色とか、このグレーの、このファブリック素材。これね、私結構ね、デザイン的にかっこいいなと思ってるんですよ。なんか、男のギアみたいな感じですよね。いや、かっこいいよな。こういうところもほら、なんかこれは樹脂なんですけど、こう塗装でメタリックのような感じにしてます。かっこいいよ。なんかほら、一個ずつが、なんか四角くて、なんかかっこいいな、という感じなんですよね。ドア周りもほら、これ N 版なんですけど、結構こういうね、ツヤっとパネル、ね、グロス塗装のパネルがついてたりとか、意外と、こう、高級感があるっていう。よし。じゃあ、運転席乗ってみましょう。いやー、これもある。いや、これもあるわ。いやー、なんかちょっと、なんかかっこいいよね。これってわかるかな皆さん。わかりますか？ちょっと、エンジンつけてみます。ほら、見て、この四角いデザイン。ねえ、これなんかデザインのセンスを感じるんよ。これ、わかりますか皆さん。このかっこよさ、伝わるかな？私だけでしょうか？これ感じるの。いやー、なんでしょうか？この、なんか、あえてね、この粗く使っても OK みたいな、こういうね、なんかもう、多少汚れてもね、いいよ、みたいな、どんどん粗く使ってくれよ、俺、みたいな、そういうのがかっこよかったりするんすよね。で、やっぱこのオプションがいっぱいあって、この上にね、こう、グローブボックスの大きいの、なんか上からティッシュ出てくるやつとか、ホンダアクセスさんの結構パーツがあるんですよ。なので、後からも楽しめるし、自分なりにね、カスタマイズできるっていうのがこの N 版なんですよね。で、やっぱ最近の車ってね、あらゆるところにこれほら、USB のね、ジャックがあったりとか、こう電源、こんなところにあるんね。エアコンの吹き出し口とかも結構デザインされてるんですよ。ちょっともう一回外装見るか。いやー、可愛いよな。可愛くて、かっこいいみたいな。ねえ。だからこの、やっぱ丸めがいいんよ。これ、サークライトなんですけど、なんかこの、ちょっとずつね、このライト、横に線が入ってるっていうね、こういう、ピュッとね、アイラインが横に走ってるという感じなんですよ。やっぱね、この N 版のファンは、やっぱ装備が充実で、やっぱかっこいいよな。こういう、ほら、フォグランプもついてるし、うん、普通に自家用車としても乗れそう。あ、で、これタイヤね。タイヤの交換がね、結構特殊で、これやっぱバンなんで、この後ろについてるんですよ。この下にね、へばりついてて、その交換の動画ね、実は作ったのあります。それも i ボタン押してくださいね。こっから見れます。いざという時ね、非常に助かります。ねえ。いやー、やっぱホンダセンシングもついてるんで、ほら、いろんなところにセンサーがあるんですよね。ちなみに最大積載量が350キロまでいけるということなんですよ。いっぱい乗せれるよね。はい、というわけで今日はこの新色が出た、ソニックグレーパールですね。その N 版のご紹介でした。こちらの車は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。そして全国のホンダカーズでも販売しております。お近くのホンダカーズに皆さん行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日は N 版をじっくり見てみたでした。じゃあね、バーイ。これもいいよな。